スティーブ・ハーレーコックニー・レベルは1970年代初期から活動するイギリスのロックバンド。ポップミュージックからプログレッシブロックまで幅広い音楽性を持っている。スティーブ・ハーレーはロンドンのニュークロス地区で育ち、ハバーダ・シャーズ・ワスク、S ・ハチェム・カレッジ、EN、ハバーダ・シャーズ・ワスク、S ・ハチェム・カレッジで学んだ。 音楽歴のスタートは1960年代後期で大道芸で自作の曲を演奏していた。その当時の曲の何曲かは後にレコーディングされている。1972年、ハーレーは大道芸で一緒にフォークソングを演奏していたジョン・クロッカーと組んでコックニーレベルを結成した。他のメンバーはオーディションで選ばれたドラマーのスチュワート・エリオット。 ベーシストのポール・ジェフリーズ、キーボーディストのミルトン・リーム・ジェームズである。ギグを5回やった直後、EMI と契約した。ファーストシングルのロックバラード、悲しみのセバスチャンは、前衛シングルチャートでは振るわなかったものの、ヨーロッパで成功を収めた。1973年にリリースされたデビューアルバム、美しき野獣の群れは絶賛される。ハーレーは、自己拡大と、 音楽ジャーナリズムとの深い溝に苛立つのをなんとか切り抜け、その上で音楽そのものは熱狂的に称賛され多くのファンを得た。しかし、ハーレーがバンドを自分の付属物と考えていることが徐々に明らかになり、セカンドシングルジュディ・ティーンがチャートの上位になったにもかかわらず、ハーレーと他のメンバーとの間にはギクシャクした関係が残った。続くアルバム。 坂島は、グループが、真の才能を持っていることを知らしめる冒険的、野心的作品で、シングルリリースされた、ミスターソフトは、ビッグ、ヒットとなり、1974年のモースト、アウトスタンディングニューアクトに選ばれたものの、この頃には、バンド内の問題は頂点に達し、大成功を収めた UK ツアー終了と同時に、スチュワート・エリオットを除く、メンバー全員が脱退した。 BBC のトップ・オブ・ザ・ポップスに出演の決まっていたハーレイはスタジオミュージシャンのサポートを得なければならなかった。それ以降、コックニーレベルというバンドは名ばかりのバンドとなってしまった。良くも悪くもハーレイのソロプロジェクトだった。1974年、ビートルズのレコーディングエンジニアアラン・パーソンズのプロデュースでサードアルバムザ・ベスト・イヤーズ・オブ・アワー・ライブズをリリースした。 シングルリリースされたメイクミスマイルは全英シングルチャート第1位に輝きバンド最高のヒットとなった2002年のテレビインタビューの中でハーレイは歌詞について聞いた感じは楽しいコーラスでわからないだろうが実際は自分を見捨てた昔のメンバーへの報復だったと語っている1974年以降ハーレイは成功と 裏腹に名声が色あせてくることにもがき苦しんだ。それでも、アラン・パーソンズプロジェクトの、サム・アザー・タイムや1977年のアルバム、アイ・ロボットに、ボーカリストとして参加した。1979年にソロアーティストとして、地味にカムバックし、モータウンにインスパイアされた、フリーダムズ・プリズナーをリリースしたが、全英チャートトップ40に届かなかった。 1980年代は、アンドルー・ロイド・ウェバーのオペラ座の怪人に短い期間出演した。1980年代後半と1990年代は、昔のコックニーレベルの曲でツアーを再開した。1988年、オリジナルメンバーのベーシストだったポール・ジェフリーズが、パン・アメリカン航空103便爆破事件の犠牲者として亡くなった。 ニーズマとの新婚旅行中だった。ハーレーは、その後、何枚かのソロアルバムを発表した。イエスユーキャンポエティックジャスティス2005年のザクオリティ・オブ・マーシーで、1970年代以降、初めて、スティーブ・ハーレーコックニーレベル名義のアルバムとなった。現在のツアーバンド、コックニーレベルマーク3の中で、オリジナルメンバーは、 ハーレーとドラマーのスチュワート・エリオットのみである。2006年 EMI はスティーブ・ハーレーコックニー・レベルとハーレーのソロ作品を収録した3枚組 CD ボックスセットのコンピレーションアルバムをリリースした。2007年7月25日にポーランドのワルシャワで同年7月28日にはロシアのサンクト・ペテルブルクで公演を行った。どちらも ローリングストーンズのオープニングアクトだった。キーボーディストのミルトン・リーム・ジェームズは何人かのミュージシャンとバナナレベルを設立し、CD トップバナナをリリースした。このアルバムはインターネットで入手することができる。2015年、BBC の人気番組トップギアにおいて、ヨモヤ情報として、スティーブ・ハーレーがスピード違反で1000ポンドという多額の罰金を、 請求されたと伝え、メイクミスマイルをダウンロードして、みんなで助けよう。メイクミスマイル基金だ。都市会社のジェレミー・クラークソン、ジェームズ・メーラーが呼びかけたのに対し、視聴者が抗応し、iTunes でトップ30、Amazon、UK ではトップ15に、前衛チャートでは72位に入るヒットとなった。ハーレーは初演のファントム役に決まり、 タイトル曲のプロモーションシングルをレコーディングし、イメージビデオも作られたが、リハーサル終了時に、マイケル・クロフォードと交代させられた。ハーレーは後に、クロフォードより自分がいい仕事をしただろうと述べた。EN、スティーブ・ハーレーより、 ハット https コロンスラッシュスラッシュツイッタードットコムスラッシュ STEVEHARLEYCR スラッシュステータススラッシュ 559649977581207552FSRC イコール t w s r c 5ット f ォハットトップギアプレゼンターズギブポップクラシックニューリースオブライフツーヘルプスティーブハーレーペースピーディングファインデーリーミラー 15時58分26六ん2015ありがとうございます。